こんにちは、整体の国子さんです。本日もどうもご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みの方に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はバネ指になる手の使い方ということでお届けしたいと思います。ちょっと前回の内容にもつながるんですけども、前回は肩が痛くなる手の使い方ということでお伝えしてたんですけども、今回は手ですね。例えばこの中指がバネ指になって痛いですとか、あるいはちょっと手をよく使うとこの親指の付け根が痛くなったり、あとは人差し指この辺が痛くなったりっていう人も結構多いでるんですけども、そういう人はこの手の治療ですね、手を治すことももちろん大事なんですけども、根本的にはですね、しっかりこの手の使い方、正しい使い方っていうのがあって、それを知らないとせっかく良くなってもまた痛くなってしまいますし、これを知らないことで治るのが遅くなってしまいますので、ぜひ知っていただけたらと思います。ではどういうふうに使うかと言いますと、これ小指ですね、小指からしっかり握っていくということです。で、手の指が痛くなったり、手の指の付け根が痛くなったりとか、あとバネ指みたいにしっかりこう曲げたり伸ばしたりができない人というのは、ほとんどこの人差し指と親指、この辺でいろんなことを行っていることが多いです。何か物を取ったりとか、なんか細かいなんかご飯を作ったり料理を作ったりとか、いろんなことをするとき、なんか持ちますよね。何か物を持つときに人差し指からこう持つ、というかこの辺をとも使ってない人も多いんですね。この辺を使わなくて、この辺でめちゃ掴んでる、人差し指とか親指とか、あと言っても中指、この辺で薬指と小指、このここをとも使わずにこういうふうに持ってる、いろんなものを持つということをしている人が多いです。で、そうしますとですね、こっちのまず指っていうのはあんまり力が出ない、器用なんですけど力が出ないですし、こっちをよく使ってますとですね、この延長線上にこの筋肉、この辺が働いてくる、この辺の筋肉で物をこう掴んだりするんですけど、手の指ってここまでつながってますので、この辺がよく非常によく働きます。で、この延長線上でこの二頭筋って言って、この力この上の筋ですね、ここがよく使われます。で、この筋肉っていうのは実はここでですね、肩甲骨につながってます。こういうふうに腕の筋肉があって、ここに肩甲骨って後ろの骨ですけども、これ実は上に前側に突起がありまして、ここにつながってます。ということで、このここをよく使うとですね、この腕のここの筋肉をよく使うと、この肩甲骨がここ前にこれ突起があります。ここに引っ張られるんで、肩甲骨が前に出てきちゃうんですね。つまり、このここら辺をよく使う人は肩甲骨がこうなってきます。要は猫背みたいになってきます。そうすることで、こうすることでですね、胸がこう閉じちゃいますから。そうすると、この肩甲骨周りですね、この辺の本当は力を使って、本当は物を持てるんですけども、それがこうなることでですね、それがここら辺の筋肉が働かなくなります。そうすることで、もう本当に何か物を持つときに手の力だけでやることになっちゃうんですね。そうすると手に目、手、特に指ですね。ここにすごく負担がかかって、それで結果として指が痛くなったりとかですね、こういうところが痛くなったりとか、バネ指みたいな症状になってくるということになります。で、逆にしっかりこの小指側でしっかり握れるようになりますと、肩甲骨はこうじゃなくてこう開いていきます。なんでかというと、小指側というのはこうつながってまして、こっちの三頭筋とかこっち側の筋肉がよく働くようになります。で、こっち側が働くと肩甲骨というのはこういう猫背じゃなくてこういうふうに立ってくるんですね。で、こういうふうに立ってくることで、この辺の力ですねがしっかり働くようになります。なので、こう握って同じものを持ってても、ここら辺の筋力を使って物を持つことができますから、意外と力が出ます。逆にこの辺こうやって持っちゃうと、もうこっからこの辺しか筋肉って働かないんですね。なので、この辺がすごく負担がかかって腱鞘炎になることもありまして、指がやっぱ痛くなってくるということにつながりますから、何か物を持つときに全部じゃなくていいんです。全部やろうと思ったらこれ大変なんで、まずは例えば、ご飯を食べるときだけでもいいですし、何かコップを持つときに必ずそうするとかでもいいので、一
個ずつですね、やっていかれるといいです。で、いろいろあるうちに全部やろうと思ったら大変ですが、そのうちの、まあ、1、2割でいいです。1、2割。本当にちょこっとだけ。やるだけで十分体っていうのは次第に変わっていきますので。そういうことで、小指から持つというのを意識してみてください。ただですね、歯ブラシとか、ああいうものは小指で持とうと思ったら、これ握れなくて大変なんで、小指から握ってって最後、ここで持つというふうにしていただきましたら OK です。これはこうなっているとあんまり良くないんで、小指から握ってって、こう持つというふうに、細いものはそういうふうに、握るときはここでやって、最後持つのは本当に指だけで結構、この人差し指だけで結構ですので、いうふうに、小指からまあ握り込むってことですね。いうふうなことで、まあ、いろんなものを手に取ってみてください。意外と壊れてますので、そこちょっと注意してやってみると、意外に手がですね、それだけで改善する人もいるくらいですから、手痛い人ですね、まあ、こういう手の付け方をしてみてください。でまた分からないことがありましたら下からコメントいただければと思います。ということで今日は、手が痛くならない、指が痛くならない時の手の付け方についてお届けしました。本日もどうもご視聴ありがとうございました。